せえ。ほら、言ったでしょう。所詮あなたの剣は私の真意の盾を破るには至らないのです。とはいえ邪魔をされれば困る。真なる盾にあなたのお相手を務めてもらいましょう。それではどうぞ旧友との再会を楽しまれるといい。救世主様、そして許されざる大罪人よ。待て、エディナ。私は神を導く救世主としてお前を止めてみせる。我が生涯最初で最後の友よ。ここで決着としよう。本気なのか。冒険者たちよ、決して私とこの者の対決に手は出すな。だが他の反逆者たちが先に進むことを何があろうと許すな。いいな。はい、メディア様。メディナ殿。メディナがその気なら俺も本気で行くぜ。オルティナノスケの名にかけて、はい、必ず倒す。はい、行くよ行くよ。
けてたまるか。メディナ、お前は一体何のために戦ってるんだ。最高司祭様を復活させ、オルチノノスケの汚名を返上する。私に残された最後の希望、私の存在意義はただそれだけだ。本当にそれだけがメディナの存在意義なのか。そのためにメディナは冒険者を何もかも犠牲にするのか。そうだ、だから私はお前ですらどうなってもいいんだ。くそ、なぜ届かない。私は所詮欠陥品ということか。違う、欠陥品だからじゃない。今のメディナが本当の目的を見失っているからだ。私は何も見失ってなどいない。学院に入った時から、父を失ったあの時から、私は何も変わっていない。私は冒険者たちと共に必ずやオルティナノスケの汚名を注いでみせる。だがそれは皆の方針ではない。彼らは私が接触したことで従っているだけ。彼らの目的、それは私に触れられることで書き換わる。今の彼らは私に従う人形も同然。自分の意志と目的を忘れ、ただひたすら私に奉仕しているのだ。疑う感情すら失って、今だって自分の意志で行動しているわけではない。ただ戦いに手を出すなという指令を守っているだけ。彼らの意志は私の目的と同じものになる。だが私の本当の目的は、私が目的を達成するためにしていることを。犠牲を厭わず行動する、それが間違えたと説教されるというのか。笑わせるな。私は滞在人であるお前を倒さなければならない。お前にあの花を切らせるわけにはいかない。メディナ、キリトは滞在人、倒さなければオルティナノスキに未来はない。メディナ、本当にすごいな。私の意志なの、この男と過ごした時間も何もかももはや関係ない。大切なのはただ一つだ。なぜ邪魔をするなと言ったはずだ。その人は新聖術の詠唱を始めていました。攻撃ならばメディナ様に当たっていたかもしれません。そんなことは理由にならない。お前は私に歯向かうのか。一体なぜだ。命令したのにどうして逆らう。私はあなたの友達だからです。友達なら友達になってくれ。思えば同性の友達などできたことがなかったからな。友達ですね。わかりました、救世主様。私とあなたは今から友達です。そうだ、あの時は命令ではなく皆にお願いをしていた。いつしかそれが命令になり、そしてメディナ、まだ間に合うぜ。何がだ。メディナが本当にしたいことは一体何なんだ。こんな風に人を利用して何かをつかみ取ることなのか。メディナが本当に望むことは。私の本当に望むこと、それは望むように生きなさい、メディナ。私は家のことなんてどうだっていいんだ。お前が望むように生きてさえくれれば
それでいい。そんなのとっくに分かってる。自分が何を望んでいるかなんて。でも許されるはずがない。今さら本当に大切なものを選ぶなんてできるはずがない。あなたに謝りたいことがあります。いえ、これは私がずっと言いそびれていたことです。一体何です？ルーリットの村の一件であなたを一方的に問い詰めてしまった。私はあなたが抱える苦しみには寄り添えませんでした。そして彼らの認識を変え、命令で従わせるあなたを一方的な悪だと決めつけてしまった。あなたから見れば確かにその通りです。私は自分が完全に正しいとは今よ思わない。ええ、人は皆同じです。誰しもが自分の正義に従っているのみであり、完全に正しくはない。アリス様。聖号騎士である私にも確かに失ったものがあり、犯した罪があるのです。後悔していることもある。真実を知らぬまま人の意志に従って戦い続け、救うべき弱き人を救えなかった過去もある。そうして失ったものを取り戻すことも、過去の罪を消すことも、もう二度とできはしません。あなたが罪を犯した？そんなはずはない。いいえ、私もメディナ殿と同じ一人の少女なのです。友と過ごす時間に喜び、自らの過ちを悔やんで涙することもある。それでも私は自分が守りたいと願うもの、そして自分の力ではこの世界に抵抗できない人々のために戦うと決めました。それが大いなる力を与えられた聖号騎士としての使命であり、何より私自身が望むことであると気づいたためです。あなたを守った少女は本当にあなたを慕っているようでした。あなたもまた仲間や友人と大切な絆を築いたのでしょう。でもそれは昔あなたが言ったように本心などではない。みんな私の力でそう思い込んでいるだけです。確かに昔はそう思いました。でも今は違います。あなたには打ち明けます。どうか他の聖号騎士には内密にしてください。何？ルーリットの村にあるおてんばな少女がいました。彼女は神聖術師見習いとして勉強に励む日々を送っていた。毎日親友の少年たちにお弁当をたっぷり作って持っていき、二人と一緒に遊べる安息日を何よりも楽しみにしていました。ですがある日、少女はとある罪を犯してしまい、それが原因でセントラルカセドラルへと連行された。そんな、禁忌目録を破ったというのですか？ええ、そして少女は最高司祭様に大切な記憶を奪われ、新たな人間に生まれ変わることを強いられました。それがアリス・シンセシス・サーティ。最高司祭様に作られた甚大な力を持つ聖号騎士という名の兵器、つまり今の私です。え、私はだからこそあなたの接触を見たとき、違う人間に作り変えられた自分と冒険者たちを重ねてしまった。故にあなたの行動を咎めてしまったのかもしれません。私こそそんなことも知らず、あなたにひどい言葉をかけてしまった。いいえ、それに私はあなたと関わったことでより自分を見つめることができた。偽りの人格と行動理念を植え付け、大切な記憶を抹消する。
その儀式の残酷さは計り知れません。ですが、聖号騎士の身にならなければ出会えなかった人たちや得られなかった絆、失った代わりに手に入れたものもある。私はこの魂がたとえ作られたものであっても今の人格を否定したくない。そんなことは取るに足らない小さなことです。あなたは最高司祭様を許すというのですか？大切な思い出も自分という存在も奪われたというのに。ええ、私が過ごした時間、記憶、気づいた絆は作られた偽りなどではない。それを否定することは聖号騎士という存在そのものを否定することです。今の自分を受け入れるからですか？ええ、だから私はあなたのことももう一方的には否定しない。あなたもあなたが信じる者のために戦えばいい。それがあなたの正義であり望みならば、その時はお互いの正義のために正々堂々と戦いましょう。メディナ・オルティナノス殿。私の正義、私の望み。メディナ、俺はメディナとまたもう一度一緒に歩きたいよ。キリト、メディナがそれを望まないなら強要はできない。でも俺はやっぱり諦めたくないんだ。メディナは大切な仲間だ。今も信じてる。本当にバカなやつ。なのになぜお前は私の望みを理解しているんだ？私の望み、それは仮名を取り戻すことでも、偽りの軍勢を率いて称賛されることでもない。お前からの信頼を受けて共に戦うことだったんだ。なんだこの子は。なぜこんなにも地面が揺れて。おそらく最高司祭様の生命の源が揃ったのだろう。どういうことだ。私たちはカラントの身をカセドラルの秘匿領域に収めていた。あれは最高司祭様のために集めた新勢力が満ちていっている証拠だ。くそ、だがどうしようもできないし、今シェーダだ。メディナ、悪い、通してくれないか。敗北したのだから従わざるを得ないな。みんな開けてやってくれ。ありがとうメディナ。それからさ、やっぱりメディナの件すごかったぜ。久しぶりに立ち会いできて嬉しかった。のんきなこと。お前は本当にムカつく英雄だ。